さあ、今日はね、ヌーさんに捧げる、まあ、白日なんですけれども、まあ最初はね、どんな怖い方がこうゼロで乗り込んでくるのかなと思いましたけども、本当にこうヌーさんでよかったなっていう思いがあるんですけども、もう来週が本当にもうボンドさんがね、うん、水たまりボンド、うん、さんが来はるということで、YouTuber でもうチェーンソー振り回して、切っては張り、切っては張りの YouTuber が来られるということで、もうビクビクしてるんですけれども、そんな中今日はもうヌーさんに、捧げる白日。フルコーラスですかね。フル歌うって言ったんですものね。今日はもう、ブースの外には、ヌーさんも来てくれてるということで、僕も本当ヌーさんに捧げる白日ちょっと歌わせていただきたいと思います。あ、それではよろしいでしょうか。岡村ヌーで白日。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ昔のようにはきらめいて見えたとしても明日へと歩き出さなきゃ勇気が踏みしきろとも今の僕には何ができるの何になれるの誰かのために行くなら正しいことばかり言ってらんないよな。どこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって人生一から始めようだ。へばりついて離れない地続きの道を歩いてるんだ。真っ白に全てさよなら振り切る雪を全てを包み込んでくれ。今日だけは全てを隠してくれ。歩き出さなきゃ勇気が踏みしきろうと思う。いつものように笑ってたんだ分かり合えると思ってたんだ。曖昧なサインを見落としてどのような間違いが探し季節を越えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかな。その頃にはきっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって人生一から始めようが首の皮一枚繋がったどうしようもないわもう生きてくんだ。真っ白に全てさよなら取りしきる雪を今だけはこの心残らせてくれ。全てを忘れさせて朝目覚めたらどっかの誰かになってやしないかな。なれやしないよな。聞き流してくれ音声をしない日常の中で星だけを重ねたその向こう側に待ち受けるのは天国か地獄かいつだって
で人はどんかんだもの分かりゃしないんだ腹の中それでも愛し愛され生きてゆくのがその目として後悔ばかりの人生や取り返しのつかない過ちの一つや二つ少ない誰にでもあるよなそんなもんだろうから始めようがへばりついて慣れない続きの今を歩いてくよ全てを積み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれどうも素晴らしい岡村さん途中まで良かったでしょかなり良かったです、ね、途中まで良かったでしょちょっとこれがカラオケの成果だったんですけどかなり練習されたようでめっちゃ練習しましたであの2サビの、うん、あの途中からかなり低くなったような気がしたんですけど、うん、あれはカスカスになったの喉がもうカスカスになった。ただあのブースの外で見てる限り、うん、あの毎度なんていうんですかね、うん、サビ頭とか、うん、エメロンの頭とか、うん、しっかり決め顔で歌ってらっしゃったのがねかなり印象的でしたけども、うんうん、僕はだから白日をたまに白目って呼んでしまうぐらい、ねはい、歌う時にこうグってこう白目向くぐらいの高さで行くぐらいの感じで行かせてもらったちょっと死んじゃいそうでしたもんねいやほんまにこれは難しいわ、うん、いやちょっとねでも感動しちゃいました僕あのちゃんとっていうところからもちゃんと入っていった岡村ヌーでねそう岡村ヌーで時にはって入ってあのスーって吐くのがすごい良かったなとわちょっとヌーさんちょっとこれちょっとありがたいことに、はい、メールたくさん来ましたやっぱりもうすごいことなってんじゃないこれまた これはヌーさんのリスナーですね。すごい耳障りだったけど、なんか感動しちゃいました。ありがとうございます。兵庫県のヌーと、何ですか耳障りっていうの。一生懸命気持ちで歌わせてもらったのに。ちょっと待って。岡村ヌーさん一言言っていいですか、はい、うんざりするよって言われました。はい、千葉県のスイスイスーか。あれ、不評ですね。なんかこれは難しいわ。いや、でもやっぱ、あれじゃないですか歌心と言いますかね、その、技術じゃないと。そう、僕はそう思ってる。ね、気持ちでね、やっぱり。うまく歌えなかったけれど、うん、僕の中ではやっぱり、ね東京ミクスチャーニュースタイルだと思います。全然合ってないです。え東京ニューミクスチャースタイル。東京ニューミクスチャースタイル。うん、ある意味、今のが僕の魂の東京ニューミクスチャースタイルだったなって。いうふうに思いますよ。いや、魂感じました、僕は。これは難しい。しっかり。もうちょっと、うん、なんやろ、歌いやすい歌も、一個出してほしい。うん、ちゃんと。そうですよね。ちょっと、それは、常田の方に言っときますんで。いや、もう常田さんに本当に、一個こう、はい、ちゃんとカラオケで歌える、はい、歌はもう本当に、一個ぐらい出してほしいなって。もううちのもうめいっ子なんか風呂入ったティンディ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 ネージャーフォーエバーティンディ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 ネージャーフォーエバーずーっとこれもううちの母親に早上がりやって言われてずーっとそれを歌ってあらそんな感じなんですかそんな感じですよ嬉しいですねなんかねいやでも今日はもうほんまに、はい、ヌーさんに捧げる、はい、白日をこう歌えたので、うん、僕的には良かったなっていうふうに思います。いやーなんかね、まっすぐな心と言いますかね、僕聞いててちょっと感動しちゃって、うん、涙こそは出なかったんですけど、うん、笑ってたよ。まあ笑。ラジオやからええことに。いや、作家さんももうずっと笑いこらえてましたもんだって。これはもう。いや違う。あれはだってねもう。練習でもう。歌ってみたんです、はい、さっき、はい、ほんならわあすげえ俺ええ感じやな今日と思ったけど、はいはい、なんか音落とせるみたいなんですよ、はい、ほんで僕の声だけ流れてたら、はい、なんかなんちゅうの怖かった
こんなになんやと思って。すごいもう残念でしかなかった。ただね、なんか、うん、サビが意外とこうなんかハモりみたいになってて。ああ、そうですね。ハモってた感じですか、あれは。うん。ハモってた感じっていうか、まあ、ハモりに行ったみたいなとこがいっぱいありますよ。ヌーさんが来てくれはったから、主戦率は、はい、主戦率は僕に任せてくれた。もうヌーさんに任せて、はい、はい。僕はもうちょっと、下のパートというか。そうですね、綺麗になんかハモってましたよね。はいはいはい。うん。はいはいはい。はい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 。そういう感じでちょっと、やらせてもらったもんですから。はい。はい、まあ、そうやって、ヌーさんが褒めてくれるっていうことは、やっぱりこの、はい、歌うまいだけじゃなくて、やっぱ心の叫びと言いますかね、はい。そうですね。魂の叫びやったなって。なんかこう、一年の、こう、ね、二人で過ごしてきたじゃないですけど、重厚感がね、やっぱり、あったかなって。うん。思いました僕は。やっぱそうですね、はい、もう本当にその感じで、はい、できましたから。でももうこの後はもうヌーさん、はい、ね、最終回ですから、はい、そうですね、はい、リスナーの皆さんに、うん、1年間の思いであったりとか、はい、その東京ニューミクスチャースタイルのことであったりとか、はい、いろいろやっぱり、はい、話していただいて、はいはい、またご飯はね、はい、行く約束しましたから。あ、そうですね、ぜひぜひお願いします、はい、柳田さんも ね、はい、かなり暇らしいんで。そう、谷中さんもね、いつでも誘ってくださいって言ってましたから。はいはい、まず、ご飯は食べに行きましょう。そうですね。本当に。で、こう、まあ、盛り上がったカラオケでもまた。行きましょうか。行きましょう。白日歌いましょうか。ちょっと。白日ちょっと歌わせてもらいましょう。お願いします。そしたら。はい。もうちょっと仕上がりよく、行きたいなって僕自身には思ってますけど。いや、かなりもう、ね。途中までいいんですよ。はい、でも途中から、なんか、はい、なんか期間が、はい、もう詰まる。なんて言うたらいいのかな。こう、閉じていくの、はい。はい。だからそれがなんか、おかしいねんな。どっかでキュッて閉まってしまう。はい、なんか、この歌って。まあでもきっと多分これからこう歌っていく中で多分改善されていくと思う。これは歌い出し良かったでしょ。でも歌い出し素晴らしかったですね。もう A メロは僕なんじゃないかとね思っちゃいました。ちょっとこの本当に、うん、本物の、うん、歌とちょっと重ねたら、いや、もう遜色ない、いけたぞっていうぐらいやったんですよ、うん、はいはいはい。もう分かんない、分かんなかったでしょ。多分分かんなかったと思う、うん、キングヌーファンは分かんないと思う。分かんなかったね、うん、後半バレたけど、うん、分かんないです、分かんない。前半俺やで、あれ歌ってるあれ歌ってんの俺やねん。そうね、分からなかったんじゃないですか、うん、もうすっかり。分からなかったと思う。ね、これぐらい、だから前半はいけたのよね。やっぱどっかからは。ちょっと噛むかなっていうね。で、出てくるよね、やっぱね、うん。そうですね。ここはちょっと出てくんねんな。でもこれしょうがない。でもこれぐらい、歌えるところまで来たから。いや、もう本当に嬉しいですよ、それは。うん。うん。本当に。ここまで歌い込んでくれてくださったっていうのはね。ありがたいです、本当に。うん、もうちょっとこうスキルアップしていきたいと思います。今度ね、カラオケで歌うとき。どこを目指してるんですか、これは。ゴールがね、ちょっと。ゴールがちょっと見えないけど、なんとかこの、歌いたいんですよ。あ、ヌーさんの歌の中で歌いやすいのってどれ、はい、一番歌いやすいの。歌いやすい曲はないですね。そうやろ、はい、ないねんもん、だって。うん。なんでしょうね。白日以外に歌ってほしい曲。練習しといてほしい曲。ちょっとバラード聞きたいかな、やっぱり。バラードは厳しくないかね。厳しくないかね。キングヌーでバラードで僕が歌ったら厳しくないかね。バラードはやっぱり岡村さんのバラードは聞きたいですね。ちょっとザ・ホールって曲があるんですけど。ザ・ホール、はい。ちょっとぜひ今度、聞かせていただきたいですかね。ああ、そう。ほんならザ・ホールちょっと、はい、あれやわ、練習しときますよ、そしたら。歌えんの？ほんまに。ちょっとわからないです。多分歌えないです。宣言したやん、もう。歌えないですって。宣言してもたやん。気持ちがね。そう言われたらもう気持ちで行くしかない。気持ちでやっぱり、もう今日はね、ちょっと涙が本当に出そうになっちゃって。ね。もう。あ、もうだってほら、もうヌーさんのスタッフさんらみんな泣いてるやん。はい、おー。なんて嘘を。ここでなんて嘘を言うんですか。いや、これラジオの醍醐味やん。ヌーさんのは全部見えてまうんだから、あれ。これうちはほら、これ見えないんだから、泣いてるって言うときゃいいのよ。それ言うとちょっといろいろおかしくなってきちゃいます。今までやってきたことが。みんなほら、ワンワン言うてるやん。ブースの外で。ほら、皆さんと会うのももうなかなかないから、いつも。ワン、まあ、
何ぶりギャンギャン言ってるやん。見た限りで全力苦笑いですけど、大丈夫ですかこれ。え全然変わったんだから、マロさんなんかもほんまに1年間でものすごい綺麗になって、本当に。ほんまに、パジャマみたいな格好で出てたんだよ、ずっと。本当に、綺麗になって、偉いもんやわ。パーソナリティが変わるともう周りもみんな変わっていくのよ。ヌーさんがな、これゼロやってからこの壁も綺麗になって、いやそれヌーさんのおかげちゃうこれも。あ、これ、この回の階層ですか。この回の階層も全部もうヌーさんのおかげ。それを今度水溜りボンドがきったり、はっさりしょんしょんやから。一刀両断でね。むちゃくちゃしようとしてんのよ、チェーンソーマンって。ヌーさんからも言うてほしいわ。ちょっと止めときますね。ほんまやで、はい、怖いよ。ナタで、ナタでもう対抗しときますんで。ちょっと。うん。来たよ。ヌーさんが。あら。ちょっともしかして。歌ってほしい曲。どん。入り口。ここから始まるね、これ。止めて止めて絶対無理なやつやん、もう早めに来てるやん、なんかそんなに変わんなかったですね、っていうと確実のね、全然こんなん、ね、無理なやっちゃ、でもこれがね、やっぱりなんて言うんでしょうね、ちょっとこのバラードが岡村さんのこう魂で歌われたら非常にいいんじゃないかなと僕は踏んでるんですけど、でもこれをヌーさんがね、歌ってほしいっていう。そうです、そう。白日より難しくないですから。嘘や。絶対、絶対嘘や。本当です、本当です。ほんまに、はい、今の、もういきなり高い、まあでも白日ほどじゃないですか。白日ほどじゃん。はい。え？キーどれぐらいですか？キーどれぐらいないですかね、ちょっと僕も。は、は、は。はーれる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 。あ、もういけてます、いけてます。そこでもうあかんよ、なんね。もう気持ちが切れんねん、そこで。めちゃめちゃちっちゃいっすね。声。いや、これぐらいの声でないと歌われへんねんって。あ、じゃあこう絞り目の声でね。あ、かなりこれでも今出てましたよ、でも今。うん、白日はもう、絶対無理。いや、ヌーさんがちょっとこう、そばにいてくれて、はいはい、出してくれたら出んねん。あ、じゃあガイドで一緒に、今後練習していく感じで。はい、晴れた空公園のベンチで一人誰かを思ったりする日もある、世界がいつもより穏やかに見える日は自分の心模様を見ているんだ。いや、しんどいしんどいヌーさん、しんどいわ、この歌も。で、多分、今、聴いてた感じだと僕はもう歌えるんじゃないかな。お前ですか、はい。じゃあもう、来週、はい、いてないですけど、水たまりボンドに、ザホールを、バーン水たまりボンドに投げてやりますよ。はい。なんだ言われても水たまりボンドに、ザホールをピシーン投げつけてやります。水溜りボンドさんは何だと思うかも。わからない、ね。最初が肝心なので。そうですね。はい。もう最初に、はい、舐められたら負けない。うん、はい。YouTube 舐めんなよって言ってはりましたから。舐められたらもうこっちは終わりですから。本当にもうヌーさん。これじゃあもうちょっと、歌い込んで、お願いします、もう。みたいなと思います。この後ね、はい、3時から。はい、ありがとうございます。ヌーさん最終回ですけども、はい、頑張ってください。ありがとうございました、本当に。今日もね、もうお世話になりました。いえ、何をおっしゃいます、本当に。いつもお邪魔させてもらって、ありがとうございます。いえ、こちらこそ本当に、もう、最終回ですので、好きなようにやっていただいて。はい。今日もいい匂いしました。素晴らしい香水のいい匂いしました。
来ていただきました。ありがとうございました。井口さんでした。ありがとうございました。